初めましての人は初めまして。発売1ヶ月前のカウントダウンを見てくれた人はまた会えて嬉しいよ。発売まであと1週間ということで、この遥かなる未来家内の世界観を知ってもらうために、私こと美咲がみんなを案内してあげるね。私の後ろに見えるのが海カフェキジムナー。本作の主人公である月城一斗くんが経営してるお店だよ。今の私は一斗くんのお店で働いてるんだ、ウェイトレスとしてね。着てるエプロンがその証拠かな。それじゃあ早速お店の中に入ってみよっか。ここがキジムナーの店内だよ。観光客に楽しんでもらうためにメニューは沖縄料理が多いんだ。美ら海を眺めながら飲食を楽しむのはまさしく沖縄って感じで格別だろうね。ぐふ、私も食べたくなってきた。ウェイトレスの何が辛いって、お客が美味しそうに食べるのを見るしかできないこと。お預け食らってる気分。でもまあ、お店のメニューとは違ったまかない料理を食べられるのはウェイトレスの特権かな。それじゃあ次に案内するのは、はい、ここが私の住み込みのバイトとして居候してる一斗くんの家だよ。お店とつながってるから移動は楽ちんなんだ。え、私の服装が変わってるって？お家に帰ってきたし部屋着に着替えたんだ。沖縄の夏は暑いからね。このくらい薄着でも問題ないんだよ。この格好の私が下着をつけてるかどうかは遥かなる未来家内をプレイして確かめてみてね。